サムスン電子サムスンギャラクシー SC-01D テンプレートノートウィキプロジェクトドコモタブレットギャラクシータブ 10.1LTE SC-01D はサムスン電子によって開発された NTT ドコモの LTE データ通信端末である世界モデルギャラクシータブ10.1の日本モデルとなるドコモタブレットの一つ 製品番号は SGHN014。アローズタブ LTE 解マイナス LHD と同時に発表された日本初のクシー対応のタブレット端末の一つとなる。上述の通り、世界モデルギャラクシータブ10.1をベースとしているが、3.9世代通信方式 LTE が搭載されている点が大きな違いとなる。スナップドラガンアプック8060で、 1.5GHz のデュアルコアを搭載しており、高速な処理が可能となっているほか、SP モードや緊急地震速報などにも対応しているが、先代の SC-01C とは異なり、音声通話は非対応となっている。クシーでの通信速度は、最大 75Mbps という高速通信に対応しているほか、クシーエリア外では、フォーマーハイスピードに、 自動的に切り替わる仕様となっている。また、IEE802.11A, B, G, N の Wi-Fi に対応しているため、最大 72.2Mbps の通信も行うことが可能なほか、USB および Wi-Fi、テザリングにも対応しており、Nintendo DS、PSP、パソコン、PDA などを接続が可能となる。 また Wi-Fi デュアルチャンネルにも対応しており 2.4GHz 帯だけでなく 5GHz 帯も利用可能となっている。USB ホスト機能を有しており、USB マウスやキーボードをつなぐことができる。薄さ約 8.6mm、軽さ約 565g と、このサイズのタブレット端末としては軽量でありながら、7000mAh と大容量のバッテリーが搭載されている。 本気独自の機能で、ウィジェットのサイズなどが、Android 3.2よりも、柔軟に変更することができるとアプリ起動中でも、メモ帳や電卓などが使える、ミニアップスなどが搭載されている。フル HD 動画が再生できるほか、デュアルスピーカーでの、音声ステレオ再生にも対応している。また、HDMI ケーブルを使い画面をテレビに映し出すことも可能となる。 2012年8月28日から Android 4.0へのアップデートが開始される。アップデートに伴う変更点、機能の追加は以下通り、また以下の不具合も解消される。ブラウザでは、フラッシュプレイヤー10.3が利用可能で、YouTube やニコニコ動画といった動画サイトの閲覧を、ブラウザだけで表示が可能であるだけでなく、フラッシュゲームなども利用することが可能となる。 アンドロイド OS 用のアプリケーションマーケットである。アンドロイドマーケットがそのまま利用可能であり、30万を超えるアプリケーションの中から自由にアプリケーションをインストールできる。その他に、NTT ドコモが提供する D マーケットからもアプリケーションをダウンロードができる。日本円対応のアプリケーションでは、携帯電話料金課金に対応しているものもある。 またフラッシュを使ったアプリケーションや電子書籍なども利用可能となっている。ポラリスオフィスをプリインストールしているため、マイクロソフトオフィスファイルの編集や PDF ファイルの閲覧が可能となる。ショットノートでは撮影したが画像をぴったりのサイズで取り込み、また文字も OCR 機能でデータとして取り込むことができる。サムスンカイスと言われる PC 連携ソフトをパソコンにインストールすることで、 連絡先、カレンダーの編集、保存、アウトルックとの同期、さらに、メールやメモ、画像、動画、音楽などの管理、編集が可能となる。また、事故の通り、OS のバージョンアップを行う際などにも利用することとなる。ありがとうございます。